富山県に広大な工場を持つ和島屋株式会社。71年に紡績機器のアルミ鍛造糸巻きビーム製造から出発したこの会社は、そのユニークな鍛造技術を生かしたアルミホイールの製造を企画した。ちょうどその頃、ドイツ BBS では鍛造ホイールの製造を目論み、優秀な技術を持つパートナーを探していたのである。 BBS の厳しい目にかなったワシマイヤーは83年ついに同社と提携、日本 BBS を設立。そして84年、あのメッシュデザインの鍛造3ピースホイールを発売。さらに85年にはついに鍛造1ピースホイールを完成させる。この画期的な BBS RG ホイールはアメリカで技術革新大賞を受賞。ワシマイヤーの製造する BBS ホイールは早くも世界のトップブランドとして揺るぎない地位を獲得する。それではワシマイヤーの工場でアルミ鍛造ホイールの製造工程を実際に見ていくことにしよう。鍛造ワンピースホイールを作るのに必要な材料はビレットと呼ばれるこの円筒形のアルミの塊。これを525度まで加熱しながら一次鍛造用プレス機にかける。鍛造のプレスは十数秒かけてゆっくりと行われ、その圧力は6500トン。アルミの塊は餅のように押し潰され、半径方向のメタルフローを形成しながらホイールの原型が形作られていく。冷えないよう加熱されながら、さらにホイールらしい形へと成形されていく。そして三次鍛造、加熱、プレス、バリ取りの繰り返されたアルミ素材はこれでアウターリム部が成形される。三次鍛造が終わると次はスピニング工程。このスピニングマシンで外周部がロール成形され、インナーリム部が形作られる。そして次は熱処理。500度以上と200度以下、12時間にも及ぶこの熱処理により、さらに硬く強度あるホイールが出来上がるのだ。熱処理が終わると脱膜。プレスの際、金型とホイールとの分離を良くするために塗られていた離型剤を落とすため、化成ソーダ、硝酸など7つの層につけられてホイールは美しくなる。続いて7番目の工程となる機械加工。ここではロボットにより精密な面取りが施され、必要な穴が開けられ、そして製造ナンバーの打刻が行われる。3回の鍛造プレス、12時間もの熱処理、そして5工程もの機械加工を終えると、いよいよ最終段階、手作業による入念な仕上げが施される。こちらは蛍光浸透単焦検査。蛍光塗料に浸したホイールにブラックライトを当て、目に見えない細かい傷が残っていないかをチェックする。
まずはホイール表面の脱脂、水洗、そして下地塗装が行われる。3度にわたる焼き付け塗装の仕上げは熟練工によるガン拭き、高級車のボディ並みの仕上がりである。塗装工程の間には BBS 独自のダイヤカット仕上げが加わる。これでアウターリムはアルミならではのあの輝きを得ることになるのだ。そしていよいよ最終検査、 BBS ホイールが工場を出るまでの長い道のりであった。単独で非常に重要なところというのは、単流線、いわゆるそのメタルフローがあるかどうかというのが非常に大事になります。そうですか。だから、金属の組成が変わるわけではないんですか。金属の組成が変わるんじゃなくて、金属をその一定の方向にね、はい、あの粒子を、分子を並べるんですね。ということは、一定の方向、今の竹の場合、竹と同じような変え方をしてもらえばいいです。だから竹はしなりますけど折れませんね。あれは何かいうと繊維状 その竹の芯がこう走ってるわけですね、はい、あれと同じようなものが金属 その中にもこう入ってくる、できるわけです。だからそれはどういうことでできるかというと、ただ単にですね、今先ほど申しましたように、おっしゃったようにレールの上にその釘を置いてですね、はい、そして平べったくしたあれでは単純性は出ません。表面をね、金属が流れる抵抗値がやっぱあるんです。それに打ち勝ってこう押し込んでいかなくちゃならないわけですから、でインパクトで一瞬にしてやりますとね、必ず隅にこの血肉言いまして、肉がこう充満せないところが出てきます。だから一番繊細なそのデザインのパターンを作る場合は、我々のようなその液圧プレス、まあ、水圧でも岩でもいいです、私の場合岩ですが、そういう岩っていう方がいいです。そうしますと、BBS の場合ですね、一つのこうビュレットといいますかね、はい、アルミの塊がまず来て、はいはい、それを最初に、まあ、何段階かに分けて炭素をされますね、はいはいはい、と一つの方向にこう単流線というのができているわけですね。そうです。と出来上がったホイールを見ると、はい、スポークの部分で見るとなんか放射状にといいますか、はい、リムはまたそこがさらにつながっていると思ってよろしいですね。外側にタイヤがあって、タイヤっていうのはゴムで、いかに精密なもんでもそのね、シャンミクロンとかミリの単位での精度はなさそうに見えますよね。でその内側の回転部分がなんかそんなに精密なものが必要なのか、あるいは硬いもの、まあ今タイヤがどんどん幅広く、グリップも当然高くて高速に対応してくると、ホイールの精度とかね、そのホイールの剛性、強度とね、剛性とまた別、全く別の要素らしいんですが、そうですか。こういうものがね、要求されてくるらしいんですよ。あ、まあ、やっぱりこう高速で歪んでるんですね。そうですね。この BBS、 田中さんもよくご利用ですけれども、そうですね、 BBS に変えた時に、はい、フィーリングとしてどんな感じがいつもします？ね、カーグラフィックの長期テストでね、はい、まあ、僕は結構早い時期からその単造ホイールに目をつけて、まず狙ったのがその軽さですね、うん、だと思う。で同じタイヤをこのホイールを組み替えて、うん、まあ測りで測ってうまくいった時は2キロぐらい軽くなる、一輪 で、うん、でそうするとやはりね、フットワークが軽いんです。そうですよね。で加速も良くなるし、うん、いろんなレスポンスが良くなる、燃費も良くなると、乗り心地も良くなる。ただ燃費はね、その分勢いよく走っちゃうので、ほとんど変わらないんですね。ああ、そうですか、はい。実は僕もね、はい、BBS を1台つけてるんですけれども、はい、とってもまあスポーティーにはなったんですけれども、はい、その選ぶ時に、種類によってワンピースとスリーピースってありますね、はい、ツーピースもあるんですよ。そうなんですか、はい、でこれの違いなんですけど、はい、どういうものなんですか。一言で言うとですね、やはり BBS の技術、うん、その売り物というかね、代表的なものはワンピースです。ピースですか。これこそがね、技術 その一つのアルミの塊からこう叩いて伸ばして作るわけですよね。で逆に言うとそれは汎用性がないわけです。一つの型で 一種類しかできない。ところが2あるいは3、まあ、3つに分けると、そのリムを組み合わせることによって太さも変えられるし、合理的なわけです。